徳川家康を二度追い詰めた赤備え。赤備えとは甲冑などの武具を赤色で統一した編成。武田信玄の家臣山形正景の赤備え。武田四天王の一人で戦国時代最強の武田軍赤備えの騎馬軍団を率いた武将。京都への上洛を目指す武田信玄とそれを阻止する徳川家康織田信長連合軍との三方ヶ原の戦い。この戦いは武田軍が圧勝し、敗走する徳川家康を山形正景の赤備えの騎馬隊が追走した。徳川家康はその恐怖のあまり馬上で脱糞したとも言われている。その敗戦を二度と繰り返さないよう教訓として絵師に書かせたのが鹿見像である。家康も恐れた赤備えの猛将山形正景が初代で15代続く川浦温泉山形館には山形正景の甲冑なども展示されている。そして赤備えは武田信玄の側近であった真田昌幸の子真田幸村に。真田幸村の本名は真田信繁。この信繁は武田信玄の弟で、信玄が最も信頼した武田家ナンバー2武田信繁にあやかり命名されたと言われる。この真田幸村が大阪夏の陣で赤備えの軍を率いて徳川家康の本陣へ突入。あと一歩のところまで徳川家康を追い詰めた。天下人徳川家康を二度追い詰めた赤備え。赤は強さや勇気の象徴の色として時代を超えて浸透し、スーパー戦隊のリーダーも赤に。武田信玄から始まった赤備えは今も強さの象徴として定着している。